おもちゃの DJ 武者修行。ふざけてる場合じゃないよ、ごめんなさい。バシバシ、ね、修行が待ってますから。はい、お次の修行はこちらだ。チェックラッパーの動きを見極めろ。ラッパーの動きを見極めろ、うん、なるほど。 DJ はね、はい、ライブ中前にいるラッパーの動きを常に見て、うん、それに合わせてインストバンとレコードでかける。DJ っぽい。お、大事な要素ですよ、はい、つまりね、反射神経なんですよ、うん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 、反射神経を鍛える、そんな修行をやりたいと思います。あ、修行ですか。はい、わかりました。で、まずカメラに向かってお待ちです、はい、ライムベリーについて熱く語ってください。はい、その間、僕、和尚師匠は、カンペでおもちちゃんにバホンと指示を与えます。バホンと指示が来るんですね。うん、わかりました。この指示を常に反射神経よくパンパンパンと見ながらそれに従ってください。従うんですね、うん、その間常にライムベリーの思いをずっとカメラに向かって語り続ける。僕がライムベリーの思いをトークして和尚師匠がカンペで指示を出す。その指示を常にチェックしながら。チェックしてどうするんですか。実践するんだよ。はい、難しいぞ。難しい。やってみるぞ。わかりました。では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 、修行を行ってみよう。イエイ。ではおもち、はい、今からライムベリーについて熱く語ってくれ。スタート。いきます。ライムベリーは、東京を中心に活動しているアイドルグループで、バカ野郎2020年に行われる、東京オリンピックに出演してライブをすることが、目標です。そんなライムベリーでやんすが、そんなライムベリーでやんすが、DJ が、お持ちがやっているということなんでやんすで、ちゃんとした DJ になるためにこの DJ の、武者修行、 DJ お持ちの武者修行で、以上。お持ち弟子いい反応ですよ。ずいぶんおかしな箇所が何箇所かありましたけど気にしない。お嫁に行けない。団地妻って何ですか。わかんないですよ。そっちが出したんでしょ。いやいやいや、いや、いい、大丈夫、一番怖い。まあまあ、いい反応でした。この修行、DJ おもち、大成功、レベルアップ。本当かな。